ジョーゼフ・パトリック・オハラは、ミネソタ州選出のアメリカ合衆国会議員である。1895年1月23日、アイオワ州シーダー軍ティプトンにて出生。公立学校に通い、アイオワ州、スピリット・レイクの高校を卒業した。第一次世界大戦中、将校予備隊の不評少尉に任じられた後、受品家隊員に昇進し、 1917年5月13日から1919 19年8月15日まで、勤めた。海外任務の際、予備隊での不評調査として収益した。また、ロンドンの放送員に通い、1920年にインディアナ州、サウスベンドのノーター、デーム大学法学部を卒業。1921年に弁護士資格を取得し、クレンコーにて実務を開始した。小原は、 マックロード軍の弁護士をはじめ、様々な市町村及び学区の弁護士を務めた。後、共和党から会議員選に出馬して当選し、第77議会から第85議会まで在職した。第86議会に際する1958年の選挙で落選した後、居住するワシントン DC にて弁護士業を再開した。1975年3月4日。 ベセスダにて死去。ワシントン DC のゲートオブ、ヘブン墓地に埋葬されている。ありがとうございます。